さてマウンド上でありますが、背番号62番をつけました、なんと岡島であります。空振りの三振。この辺はもうしっかりキャッチャーの方向いてますからね、ここで下向くんですが、この後すぐにまた上向きますからね。なんか風貌もなんとなく向こうのイメージになって帰ってきた感じですよね。はい、ピッチャー返し、これで2アウトを取りました岡島です。千葉マリンスタジアム、今の QVC マリンスタジアムのロッテ戦以来の日本の登板という形になりました。ショートゴロ岡島、この日本プロ野球界復帰の初戦は上々のスタートという形になりまして、三者凡退です。